ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりペコどす。ゆっくりしてってね。ねえねえ、ケコ、あんたアナリティクスとかチェックしてるの？あんまチェックしてないね。年末くらいから突然アクセスの上がった車種があるのよ。どの車種なんだぜ？どれどれ。おお、このアクセスの山はすごい。このチャンネルじゃ通常ありえない盛り上がりだな。で、車種は何なんだぜ？日産 R92CP レースカーよ。星野監督が現役復帰したとか？それはないだぜ。アクセス元をチェックしてみなさいよ。検証、日産 R92CP は急富士スピードウェイで本当に400グムフ出せたのか？グループ C という動画の関連リンクからのようだぜ。ゆっくり動画じゃないの。早速見てみよう。なんかよくできた動画ですな。急富士スピードウェイのストレートで400キロとか出ちゃうんだぜ。ウィンストン GAMES さんのチャンネル。これはアセットコルサの PC 版で作ってるのだろうか？何かの PC 版の死ぬ系と思うけど。霊夢もマリサも生き生き喋ってて見習いなさいよ。俺にはその技術はねえんだよ。してちょんまげサム、オイラはグループシーカー時代のレースはほとんど見てないからもったいないことしたな。もったいないんだぜ。とにかくこんなアクセス数増やしてくれたチャンネルは早速登録しないとダメでしょ。だぜ。早速スマスータの動画もチェックしなきゃねえ。みんなも見てねえ。